皆さん、こんにちは、小森です。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。JLPT の N4、それから JFT の A2 に合格したい人のための、えー、今日はミニテストの8問のミニテストです、えー。今日は2回目に、言葉の2回目になります。では始めましょう。はじめに紙と鉛筆を用意してください。 この動画には質問1、質問2、質問3があります。質問1には問題が4つ。質問2と質問3には問題が2つずつあります。ですから、問題ページは全部で3ページで、問題は全部で8つです。1ページにつき動画は5秒しかありませんから、動画を止めて、ポーズで止めて、質問に答えてくださいね。8問を5分で 答え,てください答えは1234の中から一番いいものを1つ選んでください5分たったらやめましょうね問題の後に回答の動画があって、えー、私が丁寧に説明していますから是非、えー、見てくださいしかし答えだけを知ればいい知りたい方は、えー、回答動画の最後に答えが載っていますからポーンと飛んで最後の答えだけ見てください え皆さん、自分でこのようなタイマーをセットしてくださいね。この中で5分使いませんから、えー、自分でタイマーをセットしてやってください。この中あと、えー、3ページの、えー、質問の動画がありますから、5秒しか使いませんから、それを止めて、自分で5分でやってみてくださいね。では、始めます。 5分経ちましたかあなたのタイマーは5分経ちましたか、えー、5分経ったら全部終わってなくても一応やめてくださいね何点取れるか5分で計算しましょうでは今から回答をします私が丁寧に説明していきますから、えー、よくわからなかった人はねしっかり回答を見てください はじめに問題ですけども、問題1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでくださいということで、質問1になります。このページは質問1のページで、1、2、3、4つの問題があります。質問1、カッコに何を入れますかここのカッコにね、こう入れる番号をここに入れてください。で1番です。サッカーをしていて、足に、これ足ですね、足に しししてましまいました1、無理。2、病気。3、怪が。4、風。邪ということになりますね。さあ、えー、サッカーをしていてっていうことですから、あの、When I was playing soccer, my foot was injured. ということにしかこう入れられませんから、uh, injured になるものをこの中から探していきますね。そうすると、 足に怪我をする。足に風をするとか言いませんからね。この中で使えるのは足に怪我をする,です足に怪我をする。ですから、答えは3番に怪が、足に怪我をしてしまいました。3番が正解になります。はい、で、次は2番ですけども、2番は、時計の電池を、この最後の動詞ですね。 1>, 1、着替えます。2、乗り換えます。3、入れ替えます。4、履き替えます。ということですけども、電池って何ですかさあ、電池っていうのはバッテリー。バッテリーのことですね。電池っていうのはバッテリーのことです。さあ、それであの、この答えの方ですけども、着替える、乗り換える、入れ替える、履き替えるって、全部この替え、 ますっていう言葉がついているんですけどもこの変えるっていう言葉はチェンジっていう意味なんですよねで、着替えるは着ると変えるんです着ることを変えるのでこれは服を変えることを意味しますこの着替えるっていうのは服のことを言います着るものを着ることを、えー、服をこれ着ているけどこれを脱いで pull off, 脱いで 別のものを着るのを着替えると言いますね。で乗り換えるの場合、これは乗る、r i g h トレインとか、ビークルですね。これを変えるんですね。トレインとか、ビークルを変えるのを乗り換えると言います。で入れ替える、入れ替えますは、このものとここにあるものを取って、テイクオフ、テイクアウト、それから、プトゥイン、取っ で、入れるのを入れ替えると言いますそれから履き替える。これは履きますと帰ります。くっついてますね。履き替えるとい,いうのは、履くというのは、靴とかズボンとかを履くといいますか。ズボンを履き替える。靴を履き替えるというふうに、靴とかズボンになります。で、この場合、電池がオブジェクトですから、電池の場合は、服でもないし、トレーンでもないし、ズボンでもないので、この3番の入れ替えます。 古いのを取って、新しいのを入れる、入れ替えるといいまですね。ですから答えは3番になります。次3番ですけども、朝7時に家族を動詞、ね。Verb 同士です家族をになってますね。あのおがついているということは、これは transitive verb になるんですね。 目的語がついているので、おがついているので、他動詞がここに来ます。朝7時に家族をで、えー。1番、押します。2、起きます。3、引きます。4、起こします。で、この起きますと起こしますっていうのは、英語に直せば、wake up。で、起きるがイントラン i v e ブ e ー b で、えー、起こします。起こすがトラン i v e ブ e ー b になるんですね。 でこの場合、「お」がついているので、この「起こす」という方の、えー、言葉を使うことになります。朝7時に家族を起こします。んね。っていいですか。起こします。起こす。押します。押す。起きます。起きる。引きます。引く。起こします。起こす。ね。これが、えー えっと、ディクショナリーフォームになりますけども、ですから、家族を起こす、家族を起こしますが正解になります。4番が正解です。はい。では次、4番に行きますね。ゴミを集めて、バー何とかをします。これ、バーですね、全部ね。1番、捨てます。2、起こします。3、吐きます。4、磨きます。えー、っと、捨てるは throw it away ですね。 起こすっていうのは何でしょうこのこの起こすだったらウェイクアップですけども、えー、吐きますっていうのは、まあ、いろんな日本語にはいろいろな意味がありますこの場合はスイープですかね。磨きますはポリッシュでしょうかね、はいえー。ゴミを集めてっていうのがどういう意味なのかっていうことですけども、はい、ゴミっていうのはガーベージのことですね。だいたいこれでゴミの意味が分かったらもう次分かりませんね。ゴミは集めて、ギャザー。 ゴミを集めて、そして何するでしょうかね。もう捨てるしかありませんねゴミ捨て。ゴミを集めて磨いたりしませんからね。ゴミを集めて捨てます。はい。1番が正解になります。では次、質問の2に行きますね。質問2。河川部、アンダーラインのことを河川部って言います。河川部の文と大体同じ意味の文はどれですか河川が引いてある。 その部分の文とだいたい同じ意味の文はどれですかですからこれと同じ意味の文をこの中から探します、えー、意味が少しあの違うような気がしますけれども同じほとんど同じ意味になります動詞がちょっと違うけれども、えー、文がちょっと違うけれども意味が同じものを探すんですねそれで5番はタバコをやめるのは無理です 1>, 1、タバコを吸ってはいけません。2、タバコを吸うのは体に悪いです。3、タバコをやめることはできません。4、タバコをやめることは難しくないです。というので、この4つの中でこのタバコをやめるのは無理ですと、ほとんど、まあ、ほとんどでなくても全くですけども、同じ意味の文を探します。や、えー、めるのは無理ですってどういう意味かっていうと、ギブング u ップスモーキング。 タバコをやめるっていうことは impossible. 無理です。不可能です。無理ですって言ってるんですねで。それと同じ意味を探すんですけども、タバコを吸ってはいけません。Don't smoke。ちょっと違いますよね、えーあ。それから、タバコを吸うのは体に悪いです。Smoking is bad for your health。それから、タバコをやめることはできません。I cannot quit smoking. それから、giving up smoking is not difficult ということで、えー、同じ、これと同じ意味は、I cannot give up smoking.I cannot.impossible. 不可能です。って言うと、私はできません。というのと、これが同じ意味になりますから、答えは3番になります。えー、それから次、次、えー、6番ですけども、 出かける支度をしますと同じ意味。1番、掃除や洗濯をします。2、ペットの世話をします。3、家を出る準備をします。4、ご飯の用意をします。ということで、出かける支度をします。この支度って何だろうということですけども、支度っていうのはプリ r レ t ションのことですね。 支度って準備とか用意とか別の言葉にすると、えー、preparations のことです。支度、用意とか準備というふうな、えー、ことも同じ意味になります,す。ですから、掃除や洗濯って言ったらクリーニングとかウォッシングですね。えー、だからちょっと preparation とは違いますね。2番は、ペットの世話 caring pets。feed、えー、とかそうなんですね。 それから、preparations for go out 外に出かける準備をする。それから、4番は、preparations for meal ご飯の用意をします。というので、この中でどれが意味が一緒かっていうと、この出かけるってここに書いてあります。これ go out ですね。preparations for go out ですから、意味が一緒なのはこの3番。 が一緒なのでは次、質問の3に移りますね。質問3、次の言葉の使い方で一番いいものはどれですかということで、この7番、迎えに行くっていう言葉の使い方で、1、2、3、4、どれが一番いいですかと、えー、言っています。1、両親が国へ帰るので、 空港へ迎えに行きます。2、迎えに行きますから、駅に着いたら電話してください。3、この荷物を郵便局へ迎えに行きます。4、今年の夏休みは子供を海へ迎えに行きます。と書いてありますけども、えー、どれが一番いいものでしょうか。ということで、はい、迎えに行くっていう意味は、go to meet 行ってそこで会うんですね。 go to meet someone です迎えに行くっていうのは誰か人の時に使います go to meet someone それで一、えー、番ですけども両親が国へ帰るので空港へ空港になんか両親が着い,た着いたんだったら迎えに行く go to meet 迎えに行くって言うんですけども、えー、両親が今から国へ帰るって言うんだったら送っていく といいう,うにに言いまます。す。送りに行きます両親が国へ帰るので空港へ送りに行きますというふうに使って迎えに行くとは言わないんですね。さあ次は、えー、と3番いきましょう。この荷物を郵便局へ迎えに行きます。えー、とこれは荷物、この荷物っていう,いうわけですから、今ここにあるんですね。今ここにあります。で、この荷物を郵便局へっていうときには、もっと て行きます bring になりますね持っていくっていう言葉を使いますこの荷物を郵便局へ持って行きますそれから、えー、次4番ですね今年の夏休みは子供を海へ迎えに行きます子供を海へ go to meet 海へ、えー、と迎えに行くっていうのがおしい。これもこれももう意味が通じないですよね あの他のものは意味が通じません。で、今年の夏休みは子供を海へって言えば、もうここはもうあとは連れていくしかありません。今年の夏休みは子供を海へ連れて行こうと思いますとか、連れて行きたいですとかね、連れていくっていう動詞を使います。子供を海へ連れて行きます。えー、ですから、えー、この 残ったのが2番ですね。迎えに行きますから、駅に着いたら電話してください。駅にあなたが駅に着いたら arrive at the train station. I will go to meet you. 迎えに行きますから、えー。行きますよっていう意味ですね。ですから、答えは2番になります。はい、じゃあ次はさあ8番。片付ける。1、掃除機で部屋を片付けます。 に机の上や引き出しの中を片付けます 3. ドアに鍵を片付けます 4. シャ,ツをシャツをアイロンで片付けます <laughs> というふうに書いてありますこの片付けるっていう言い方ですねどれが正しいのかなと思ったら片付けるっていうこの意味は プリンオーダーとか、タイリーアップとか、プラウェイなどというふうに訳すことができます、まあ。いろんな意味が日本語ではあるんですけどもね、片付けるっていうのはあのこういう意味があります、まあ。きれいにするっていう意味でもあるんですけども、それで、きれいにするっていう言い方をすると、この掃除機で、掃除機はこうバキンですね。マシ掃除機で、 というとでは tool のでですから、particle day is tool ですから、掃除機で部屋をときたら、これはね、掃除するというふうに言います。掃除機で部屋を掃除する。掃除機片付けるプッチのーうだとか、タイリーアップは掃除機ではしないです。tool is not 掃除機なんですね。If tool is 掃除機のバルブ is 掃除する。 になります掃除機で部屋を掃除しますになりますね。片付けますっていうのと掃除機とはこうくっつかないですね。それからうーん次,はあ次は3番いきますね。ドアに鍵を片付けます。これはもう本当にクエスチョン、はてなクエスチョンマークですけども、ドアに鍵をかけます ?Lock the door. ドアに鍵をかけますだったら言えるけどもドアに鍵を片付けますもう意味不明です。意味不明。これは全然意味がわからないですね、えー。それから4番、シャツをアイロンで片付けけ、これも,もう意味不明なんですね。シャツをアイロンで何だろう シャツにアイロンをかけるといいう言い方はしますですからパーティクルが全く違うのでちょっと意味がわからないんですけどもパーティクルが違うと私たち日本人は意味が全く分かりません。シャツにシャツにアイロンをかけるという言い方をするとあシャツにこうしてねアイロンをかけるんだなということが分かりますけどもシャツを アイロンで片付けます。もう全く意味わからないです。とすると残ったのはこの2番ですね。ですから2番が、えー、正しい答えになりますけども、机の上 on the desk。引き出しの中、えー、この引き出しの中ですね。そういうところを片付けます。put in order。机の上をタイリーアップ。引き出しの中をプ u t オーダー。それを片付ける。 というふうに言います。さあどうでしょうかね。問題の意味わかりましたか。はい。えー、回答ですけども、質問一一が三、二が三、三が四、四が一。質問二は五が三、六が三。質問三は七が二、八が二というふうになります。 これが正解ですさあ皆さんいくつ答えられましたかはい、これで、えー、今日のミニテスト2回目を終わりますまたこれからどんどん続いていきますね N4 の言葉をしっかり覚えてくださいね、えー、登録をしてくださった方には新しい動画ができたらお知らせがいきますのでぜひ登録の方もよろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょう さようなら。